はい、ここから会話文の問題ですね。はい、で今回の会話文に関しても特殊な口語表現というのは出てきていませんので、きちんと文脈を追ってください、ね、選択肢を吟味してください。はい、そうすれば分かるはずですと、はい、Excuse me, Mr. Tani. I'd like to hand in my assignment. Tani 先生、課題提出したいんですけど。I came yesterday, but you weren't here. 昨日来たけど、いらっしゃらなかったんです。What time did you come? いつ、何時に来たの? About 3 in the afternoon. 午後の3時です。So you still missed the deadline. Deadline というのは、これは締め切りですね。締め切り逃したんで、それでもあなたまだ締め切り逃したんだよね。ね、はい、午後の3時、昨日の午後の3時で締め切り逃しているわけですよ。そして逃したんだよね。 I can accept it now、 もう受け取れませんというふうに先生はちょっと怒った感じで言ってますけども、はい、そうすると You don't have any homework today、 あなたには今日は何の宿題もございません。はい、You know the paper was due by noon、 はい、due という単語ね、はい、締め切りで、期限でっていうね、はい、その課題が昼までの締め切り期限だったって知ってたでしょう、ね、で3時に来たんだからアウトですね、はい、ということで2番の答えね。 You were supposed to hand it in by today. Be supposed to、 これは何々することになっているっていう表現、はい、そうすると今日までに出すことになってたんだよね、じゃなくって昨日の、うん、昨日の3時で間に合ってないんだからね、はい、今日ではないですね。 Your assignment wasn't important、 あなたの課題は重要ではない、まあ待ってくださいですね、はい、ということで2番、はい、それから問い2、 I think I need to start exciting again、 ね、また運動しようかなと、する必要があるな、 I didn't do much all winter、 冬の間ずっとしてなかったからね、I thought you said you go for a long walk every day、毎朝散歩するって言ってたと思うんだけどね。I try to、 いやしようとしているんだよ、 try to、 まあここは go ね、行こうとは思っているんですよ、で well now that、 ちょっとこれ計算してみて、 well now that the weather is better、 はい、天気はもう今やNow that、 これね、今や何々なのでっていう表現です、はい、天気はもはや良いのでっていうのは直訳ね、だからもう暖かくなってきたんだから You have no excuse not to work、はい、もう言い訳できないよ ね、 ね、散歩に行かない言い訳なんかできないよねって言ってんだから、ここでは言い訳的なものが来てるわけですね、はい、Actually I don't usually work in the spring、 まあ大抵春には歩かないんだ、But when it's cold and snowy, I get lazy. でも寒くて雪が降ってるとね、ついつい怠けちゃうんだ。ね、この寒い雪が降っているっていうのを言い訳にしてるわけですよね。はい、でも、はい、もう暖かくなったんだから言い訳できないよね。ということで、つじつまいますね。はい、2番が答えね。Exciting in the winter keeps me warm. 冬に運動すると暖かくなるねと。はい、それから I really like walking in the snow、 うん、雪の中歩くのが好きなんですと、歩いてないわけだからね、はい、ということで、じっくりと文章を追えば、選択肢を追えばできる問題になってます。特別な、ね、口語表現とかはなかったので、しっかり読んでください、はい、そうするとまだでね、はい、問3番、 Do you ever buy brand name bags or wallets?有名ブランドのバッグや財布なんて買いますか ?No, never. うん。一度も買ったことないよ。I don't either. 僕もだよ。はい。で、Yeah, you're right. 賛同してるわけですね。そのね、ブランドバッグ買わないということに賛同してるわけ。I think inexpensive bags、はい、are just as good. うん。高価じゃなくたって、ね、いいものはいいよね、というふうに言ってるわけ。はい、そうするとここではね、はい、どういったものが来るかというと、その高価なブランドね、ブランドに対してこちらプラスの評価に対しておそらくマイナスの評価というのが来るかなという気もしますね、はい、
ね、ま、もう一回いくと、高価なバッグじゃなくたっていいものはいいんだよ。I'd rather save money so I can travel。 はい、むしろね、お金貯めて旅行行った方がいいやっていう感じですね。はい、じゃあ選択肢見ていきますよ。Brand name goods aren't that expensive。 有名ブランドのグッズはそんなに高くないよと。However, it's important to have brand name things。 はい、でもブランドもの持つってのは大事だよ。ブランドもの肯定してますよね。はい、それと3番、I don't think brand name goods are worth the money。 はい、ブランドものが価値がある、お金を払う価値があるとは思えないね。ね、安いものでも価値があるよ。ブランドものだからって価値があるとは思えないね、ということで、はい、3番が答えになるわけですね。はい、I think brand name things are very fashionable。ブランド品は、ブランドものはとてもファッショナブルだということで、やっぱりブランドものっていうことに関してマイナスのイメージが、ここでは考えられますよね。はい、ということで3番が答えになります。はい、そして並べ替えかな。はい、並べ替えの問題。はい、じゃあ先ほど言ったようにまずは細かな、パーツをちょっと見ていこうか。はい、そうすると見てごらん。はい、これ気づくね。ね、まず、あ、比較かな。しかも倍数表現だとね、倍数、as で何々の何倍だっていう表現だとね。はい、そうすると、three times as often、はい、そこまで来ますね。はい、と倍数表現、はい、そして as。Often、 はい、as、 はい、後ろの as は何々と比べてっていう接続詞の as ですから、その比較対象が来るわけ。友達に対して、私、そして、はい、practices っていう動詞に対して、それの代わりをする I do ということね。そうすると、私の友達はバスケットボールがうまいんだけども3倍練習するんですよ、私よりもっていう文章ができるね。3倍よく練習すると、はい、というふうに細かなパーツをまず見つけること、ね、今回のはそういった、ね、感じでやっていくと、比較的解きやすかったと思いますよ。はい、はい、問いに、 What is some of the reason for your successful career? あなたが、まあ、経歴上うまくいったら、まあ、出世するということですね。はい、出世した理由は何ですか、うまくいった理由は何ですか。はい、ここでも特徴的な動詞「追う」ね、「追う」の形が出てきた。はい、こんな形覚えてますか。「追う」「A」「To」「B」、これもよくね、文法問題集には出てくると思うので見たことがある人はいっぱいいると思うんだけどね。はい、A は B の「A は B のおかげであると、うん、ということから、はい、追う、to と、何が何のおかげなのかと。で、後ろに my uncle ってありますから、おじさんのおかげ、うん、と考えてやればいいかな。うん、そうすると、はい、残ったものをこうまとめていくとこう見えてきますよね。はい、そうすると what という、はい、掛け代名詞がありますね。はい、そこで What I am、 はい、こういった表現を覚えている。 What 主語、そして B 動詞の形で、現在であれば現在の私、私の姿と、ね、これが Was とか Used to be になると昔の私というふうな形でね、はい、今の私はおじさんのおかげなんですよ。今の私があるのはおじのおかげです。He was the one who would always help me when I was in trouble. 困った時にはいつも、手助けしてくれる人でしたというふうになるわけです。はい、なのでこういうつながりを見つけていきましょう。はい、最後、並べ替え最後。はい、What's the legal driving age in your country?、うん、あなたの国では何歳になったら、法律上運転ができるのですか。 In Japan、 日本では、 When people become 18、 18歳になったらばその人たちはってことね。
はい、じゃあここから何か組み合わせ考えられるかな。はい、この辺見えたかな。enough to 何々するのに十分にという形ね。はい。十分、あらら、十分なとか、まあ十分にと。ということで、enough to 動詞の原形、enough to get。はい、ここまでね、ここまで。そうすると、get、得る、はい、driver's license ということで、免許証を取るのに十分な、はい、年齢になるんですよということで、見えてくるかと思います、まとまりとしてはね。はい、そうすると、they、ちょっとこの辺は、They are old enough to get。 はい、一点だけ注意ね。よくね、enough old というふうに、これ語順ね、反対にする人いますけども、この場合にはね、まあ年を取っているというかね、十分な年に達していると、十分に年を取っているというふうに形容詞にかかる副詞の役割してるわけですね。はい、副詞の場合の enough は、はい、後ろから形容詞を修飾しますよと。はい、でもこのね、enough が形容詞として十分なっていう時にね、その場合には前の名詞を修飾する時には enough、 例えば money というふうに後ろ、前からね、後ろの名詞を修飾すると。はい、こちら副詞、こちら形容詞ね、そこで語順ちょっとだけ注意してくださいね。